9時35分ですけども、30分ぐらい、スピーチをしたいと思います。よろしくお願いします。こちらは、無所属で、政治活動を、やっております。4年前に、前坂の方の、学校で、常勤講師の、契約がおりまして、それから、杉本周一、講演会、こういった、名前の、政治団体を、設立をして、政治活動を、やっております。今年の、新選に、いましたので、新たに、子どもの未来を作る党とか、こういった、政治団体も今後、設立をして、また、4年後の選挙戦について、調整を、していきたいと考えております。前坂の、学校の方も、子どもの数が、かなり減っていて、学校の教員の数は、余っている状態で、ございます。本来ならば、子どもの数を、増やして、経済的にも、強い、そういった社会を、作っていく必要があると思います。しかも、日本国内には、公務員の数だけでも350万人ぐらいの、公務員が、いると言われていますので、やはり法律を変えて、今の日本は、公務員をクビにできない法律がありますので、そこの法律を、首を切れるように、そういった法律を作ることで、公務員の数を減らして、そのお金を使って、子どもの数を増やしていけるようにいい方向に、変えていきたいと考えています。基本的には、公務員の数を減らして、子どもの数を、増やしていく、こういった方針で今の日本にとって一番必要なのは、子どもの数を、増やすことと、人材育成に、力を入れていくことだと、考えています。特に今の21世紀というのは変化の激しい、時代でありますし、変化に対応できるような、そういったスキルを持った人材が必要だと思っています。そして世界の共通語が英語になってしまっていますので、これからは世界のどこに行っても英語で活躍できるようなそういった人材育成を目指していきたいと考えております。日本の場合は景気はそこそこのレベルだと思っています。国家でもありますので、成熟した国というのは、大きな発展がなかなかありえない、そういった国でありますので、そういった、景気をよく、して我々の生活を良くしていくためには新しい産業を、起こしていかないと、そういった数値も大きくならないと思いますので、新しい産業を起こして、雇用とお金を生むことができるようなそういった、仕組みを作っていきたいと、思っています。特に学校の方でも、学校の教員というのは数が余っていますから、もっときめ細かい、教育を、することも、十分に、可能だと思っています。子どもの個性に合った、そういった、テーラーメイド的な、教育を作ることも、今後は必要になってくると考えています。は借金が1100兆円以上あると言われています。毎年借金をしていますので、借金が増え続けていて、人口そのものが減っていると、こういったアンバランスなところが大きな問題があると考えています。なるべく無駄な予算の使い方をやめさせることで、子育てに支援をもっと拡充して
子どもを少しでも増やしていけるような、そういった街づくりを、していきたいと、考えています。未来の日本を作るのは、これからの子どもたちですので、将来に投資できるような、そういった新しい、政治の形、街づくりというのを、挑戦をしていきたいと思っております。特に日本の場合は、成熟国家でありますから、大きな発展がないということと人口が減っているということは、お金を使ってくれる日本人の数も、減っていくということでありますので、お金を使う日本人が減るということは、不動の部分も減るということですから、消費税を上げてもなかなか、景気は拡大はしていかないと、思います。消費税を増やしても得をするのは、公務員だけですから、やはり税金に、なるべく頼らないような、税金に頼らなくても景気を良くしていけるような、そういった政策を、提案をしていけるように、挑戦をしていきたいと、考えています。日本の公務員というのは、税金を、無駄遣いする癖がついていますので、政治家はやはり、我々の税金の使い方や、予算案の使い方、作り方、こういったものには、徹底的に、メスを入れていく必要があると、考えています。本来の、地方議員の仕事には、外部監査の、仕事がありますので、徹底的に予算案に対しては、ミスを入れて、
整形外科の中立な立場でフィーフィーが
たいと考えています。もともとは前坂の方の学校で教育の仕事をしていましたので、特に子どもの数が減っていて学校の手が余ってますので、今の日本にとって一番必要なのはやはり子どもの数を増やしていこうと考えています。そして人材規制も21世紀にあったようなそういった人材規制をすることで我々の経済を底上げしていくことが可能だと考えています。今の日本というのはありとあらゆるものに税金がかけられていますので、非常に生活がしにくい、そういった国だと考えています。ですから、やはりなるべく税金に頼らなくてもいいような、そういった政治経済の仕組みを作っていきたいと思って政治活動をやっています。10月に 8% から 10% に消費税を上げる予定でございますが、今年もですね、公務員の給料とボーナスだけを上げると発表がありました。税金を上げるのであれば、本来ならば公務員の給料を減らして公務員をリストラして身を削ってから税金を上げるべきだと私は考えています。基本的には法律で組にすることができませんので、そういった公務員を組にできない法律をまずは変えていくことが一番の必要な政策だと考えています。そして基本的にはなるべく我々の税金は使わないようにして政治経済を良くしていくと、そういったスタンスで挑戦をしていきたいと考えています。日本国内には個人金融資産というのが1800兆円ぐらいあると言われています。そのうちの半分が預金で日本国内にありますので、当然税金に頼るというよりはそういった個人金融資産を少しでも使ってもらえるような仕組みを作っていった方が本来ならば健全な政策だと考えています。個人金融資産の1800兆円のうち 1% でも使ってもらえれば18兆円の現金が市場に出てくることになりますので、消費税に直せば6パーから7パーぐらいの効果があると言われています。なるべく税金に頼らないようなそういった政治経済、こういったものも調整をして作っていきたいと考えています。将来の不安を払拭することが本来の政治家の仕事だと考えています。貯金をしてしまうのも将来が不安だから現金を使わないということでありますので、将来の不安を払拭することに全力を尽くして、そうすることで個人の消費、個人消費を拡大をしていきたいと思います。なるべく税金を増やすのではなくて、税金を減らすことで税収入を増やして、そして景気を良くして我々の生活を良くしていく、こういったことが本来の政治家の仕事だと考えています。そして日本国内にも景気は良くはありませんが、個人金融資産だけでも1800兆ありますし、お金と家と土地、この3つはたくさんありますので、そういったものを有効的に活用できるようなそういった政治経済の仕組みを作っていきたいと考えています。そして日本国内だけでも1800兆円の個人金融資産がありますし、海外には投資先を探してさまよっているようなグローバルマネーが3000兆円ぐらいあると言われています。なるべく税金に頼るというよりは
世界の、お金も我々の国や我々の町に、呼び込んでこれるように、そしてそのお金で発展できるような経済を良くしていけるような、そういった、政策というのが、必要になってくると思います。なるべく税金を使わせないようにして、国内の、個人消費を、促進していけるように、変えていくことと、海外のお金を我々の国や我々の町に呼び込んでこれるような受け皿を作っていきたいと考えています。日本国内にもいろんな漁港がたくさんあります。税金で作った漁港でありますので、静岡市内、静岡県内や浜松市内の漁港を開放するだけでも、海外からの人と物と金を呼び込むことが可能だと思います。特にアジア周辺諸国には、日本の金持ちとは、比べ物にならないぐらいの、スーパーセレブが、たくさんいますので、自家用ヨットなどを持っているような、セレブの人たちに、我々の町や国に来てもらって、お金を落としてもらう、そうやって、経済を良くしていくと。つまりなるべく、海外のお金を入れ込んで、経済発展できるような、そういった、開放経済というのを、作っていきたいと、調整をしていきたいと、考えています。日本国内にもお金だけはたくさんありますし、世界にも、グローバルマネーが、たくさんありますので、そういったお金を、入れ込んで、我々の経済を、強くしていきたい。ですので、なるべく、海外に、出て行って活躍できるような、そういった人材も、作っていく必要があると、考えています。今の時代というのは英語が世界共通語になってしまっていますので、世界のどこの国に行っても英語で活躍できるようなそういった人材育成を、目指していきたい。そうしたことで、世界から物とお金、この3つを入れ込んで発展していけるように、受け皿を、作っていきたいと、考えています。特に世界のお金を入れ込んでくるためには、やはり日本人も英語でコミュニケーションが取れるぐらいの、スキルは、身につけておく必要があると、考えています。世界の、経済に比べて、日本の経済というのは、あまり発展をしていないのが、現状でありますので、大きな発展が、なかなか考えにくい、日本の国にとっては、海外との、関わりが、必ず、必要になってくると思います。日本国内だけの、規模でやっていくことは、なかなか、難しいと、考えていますので、なるべく英語で活躍できるような人材育成をしていくことで、20年後30年後も発展していけるような街づくりや国づくりをしていきたいと考えています。2040年になれば860ぐらいの地方が消滅をすると言われていますので、20年後30年後も我々の街が消滅する側にいかないように、今から、将来に対して、投資ができるような政策を、作っていきたいと、そういった新しい、政治経済に、挑戦を、していきたいと、考えています。これからの、日本を作っていくのは、若い、世代でありますので、これからの子どもたちが、21世紀に活躍できるように、そういった、子育て支援、教育改革というものを、実現をしていきたいと、考えています。なるべく税金に頼らないような、そういった、政治の仕組みを作って、そして、新しい産業を、我々の国や町で起こしてもらう、新しい産業を起こすことで、新しい、雇用とお金、こういったものを生み出すことができますので、そのものを強くするためには、人材育成から、変えていくことで新しい産業を起こして経済的にも発展していけるような、社
社会インフラを作っていきたいと思います。特に今の企業の時価総額トップ10を見てみましても、8社がアメリカの企業で残りの2社が中国の企業になっています。時価総額トップ10に日本の企業は一社も今はない状態です。平成関連の時価総額トップ10のランキングは8社が日本の企業で、残りの2社が、アメリカの企業でした。今は1社もありませんので、これからは特に、新しい産業を起こすことで、世界のグローバル企業に、立ち打ちできるような、そういった新しい産業も、作っていくと、そういったことで、世界中のお金が我々の国や我々の町に、入れ込むことができますので、そういったことにもっと力を入れて、新しい形の、政治経済を、目指していきたいと、考えています。学校の教員の数は余っていて、学校の校舎も次々と、取り壊しになっていますので、もっときめ細かい、子どもファーストの、学校教育というものをまずは目指していきたい。足元から改革をしていくことで大きな変化を起こしていけるように挑戦をしていきたいと考えています。今の学校教育というのも教員ファーストであって子どもファーストではありません。日本の場合は公務員だけが厚く守られているとこういったところがありますので、民間企業と公務員の仕事の内容や給料の差も、かなり開きがあると思います。これが本当の、格差だと、考えていますので、民間と公務員の格差がないように、そこら辺は、徹底的に、目を向けて、改革をしてい、けるように、挑戦をしていきたいと思います。そして本当に、力を入れていくのは、本来守るべきものは、子どもの数を増やすことであって、公務員の権力を守るのが、重要であるというわけではありませんので、公務員を守るのではなくて、子どもを守っていけるような、子どもファーストの、そういった、政策も、作っていきたいと、考えています。少しでも子どもの数を増やして、経済的に、持続可能な、街づくりを、まずは作っていきたいと思います。そして新しい産業を起こしてもらえるような、教育の、改革、教育のカリキュラムも、21世紀に合った、教育の内容に、変えていきたいと、考えています。特に、今年の、選挙は、ダメでしたので、まだ政治の、経験はありませんが、今までの、教育の経験を生かして、柔軟な、政治経済の形を、目指していきたいと基本的には、なるべく税金を使わせないように、そういった、政治経済を作ることで、まずは個人の消費を、促進していくこと、世界のお金も、我々の町に呼び込んでこれるように、そういった手皿をまずは作っていきたいと、考えています。今の日本にとって必要なのは、子どもの数を増やすことと、そして、人材育成に力を入れていくことだ。そのためには、日本の公務員をクビにできないという法律があります。それが一番の大きな問題だと思いますので、公務員のクビを簡単にクビにできるような、そういった法律にまずは変えていくことが、必要だと思います。クビにならない公務員が、真面目に仕事をするわけがありませんので、こういった問題は、これからもですね、徹底的に、調査をして、皆さんにお伝えをしていけるように、頑張っていきたいと思います。そして、今年の選挙が終わった後、やっと私も、YouTube の、チャンネルを作ることが、できました。なるべく、政治活動や、街頭演説の、こういった動画も、積極的に、YouTube の方に、アップを、していきたいと、考えていますので、私の YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。
そして4年後の選挙もなるべくお金を使わないように挑戦をしていきたいと思いますので、YouTube の他にも、Twitter と、Facebook、Instagram、そして YouTube と、こういったソーシャルメディアにも今後も積極的に力を入れていきたいと考えています。で、時間帯によってはまた演説する場所も変わってきますが、基本的には、駅前で、街頭演説をやることが多いので、駅前の方の、活動の方も、よろしくお願いしたいと、考えています。なるべく、税金を使わせないように、公務員は、税金を無駄遣いする癖がついていますので、こういったところは徹底的に取り入れて潰していきたいと、考えております。自分の YouTube チャンネルを使って、そういった情報は、これからもですね、積極的に、アップをしていきたいと、考えています。なるべく、税金を使わせないように、そういった、政治経済の形を、作っていけるように、調整をしていきたいと思います。地方公務員や地方議員と、国会議員というのは、基本的には、仕事の内容が違いますので、地方議員というのは、外部監査の、役割もありますので、特に、我々の、税金を、どうやって使っているかというと、市役所や県庁の公務員が、自分たちのための、予算の作り方、予算案、こういったものを提出をして、首長が許可をすると、その予算案に対して、賛成か反対かを言えるのが、地方議員の仕事だと思います。ですから、公務員が作ってくる予算に対して、全て賛成するというのは、そもそもおかしいと思いますので、誰が得をするような予算を作ってきたのか、それも徹底的に調査をして、賛成が反対か、これも、表明をしていけるようにしていきたい、そういった情報も、これからは YouTube を使って、全て、皆さんにお伝えをしていけるように、オープンな、政治の形を、目指していきたいと、考えています。まずは足元から、改革を、していかないと、なかなか、税金の無駄遣いはなくならないと、考えています、税金の使い方、そして誰が得をするのか、誰が税金の使い方を決めているのか、これも徹底的に皆様に、情報を伝えていけるように、頑張ってまいります。公務員だけ、得をすると、そういった世の中は真っ先に、変える必要があります。クビにならない公務員が真面目に仕事をするわけありませんので、民間と公務員の、格差というのが本当の、格差社会だと私は考えています。こういった、差別を叩き潰すために、やはり他の仕事をして、価値観のいろんな価値観のあるそういった経験のある、人が、政治をやっていくことも必要だと、考えております。なるべく前例至上主義にとらわれないように、柔軟な、決定ができるような、そういった、政治の形を、目指していきたいと、考えております。なるべく、税金に頼らないような、無駄遣いをさせないようなそういった、政治経済を目指していきたいと、そして、作った予算を、子育て世代に回して、子どもを少しでも多く、作っていけるように、この国の、体力をまずは回復をしていけるように、頑張っていきたいと、考えています。教育の経験を、フルに生かして、未来に投資できるような、そして、税金の無駄遣いは絶対に許さないと、そういった、覚悟で、公民ファーストの、日本を、庶民ファーストの日本に、変えていけるように、学校も教員ファーストじゃなくて、子どもファーストの学校現場に、変えていけるように、4年後に向けて、挑戦をしていきたいと、考えております。今後とも、積極的に YouTube にも、動画を配信していきますので、YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。